日本の岩手県出身の、大谷翔平と言います。まあ、実際に自分自身が使ってみて、まあ、素晴らしい機器ですし、まあ、僕がもっともっと早く使っていればよかったなと思える、一つだと思うので、まあ、子どもたちもそうですし、まあ、大人になってからもそうですけど、幅広い、年代で使えるものじゃないかなと思います。やっぱりこの自分がやってることを数値化することで、まあ、日々の成長であったりとか、あとはまあ効率のいいスイングだったりとか投げ方であったりとか、まあ打たれにくいボールをデザインするっていうところでいうと、まあ、やっぱり実際に目に見て、可視化できた方が、より成長につながるんじゃないかなと思っているので使ってます。バッティングではもうずっと使っているので、リハビリの段階から、実際に自分のフィーリングに合わせてその実際の数値が、その感覚に合っているのかどうかっていうのを、随時見てますし、まあ、投げる、投球のプログラムが開始してからも、そういう感覚との、まあ、一致だったり不一致だったりっていうのを、まあ、随時こう確かめることで、よりスムーズにリハビリも進めれるんじゃないかなと思ってます。やっぱり僕自身がもっと早い段階で、こういうものが、まあ、あれば、その、まあ、少年野球の時代からこういうものを活用することによってもっともっと上手くなれたんじゃないかなと思うので、まあ、今のそういうね、こういう、まあ、ユースの世代の子たちがそういうのをまあ使えること自体がこう、まあ、羨ましいなっていう気持ちもありますし、ぜひ使った方が、やっぱりこう自分の成長に、まあ、早く成長、早い成長につながるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひ、使ってみてほしいなと思ってます。まあ、まず早すぎるということはないと思いますし、早ければ早い方が、自分のデータの蓄積であったりとか、他の人とのデータをこう照らし合わせてどういうふうにやっていけばいいっていうのが自分自身で考える力も伸びると思うので、まあ、早いに越したことはないと思いますし、まあ、指導者の皆さんはより正確なデータを、より正確に扱えることで、いい方向に、生徒の皆さんを導けるんじゃないかなと思います。まあ、水泳をやったりとかいろいろ、まあ、他のスポーツやってみたりとかっていうこともありましたけど、なんとなく自分の中では最終的に進むのは野球なんだろうなっていうのはまあ感じながらやってはいたので、まあ、決して無駄な時間だったなとは思いませんし、まあ、自分の中でなんとなく最初から答えは分かってたのかなという感覚はあります。まあ、やっぱり自分で考える力がまず伸びるんじゃないかなとは思うので、まあ、コーチに言われたことやるのもまあ素晴らしいことではあると思いますけど、より自分で考えた方がやっぱり成長のスピードというのは速いと思うので、実際に、自分のデータ、他の人のデータをこう照らし合わせることで自分に何が足りないのかな、何が長所なのかなっていうのをまあ自分で考えて改善する力が伸びるんじゃないかなと思います。